ジグ06スリッパーですね。思うがままの場所をですねトレースできるシャローカバー攻略用のカバースイムジグになってます。まあカバースイムジグっていうと、まあ、他にもあるじゃんっていうふうに思う方も多くいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ガード力とかトレーラーワームがずれない、まあ、そういった部分をかなり徹底的に追求して、まあ、人が流した後でもすごいシビアな攻めが可能になったりとか、あとはあそこ巻きたいけどちょっと引っかかりそうだなとかって思うようなところでもどんどん気にせず巻いていける、人よりも一匹でも多く釣りたいっていうような気持ちを込めてデザインさせていただきました。よっしゃ、ありがとう。もうなんかせこせこエビを食べてるバスも釣れないことはないんですけど、魚食ってるやつの方が釣れるんでコンディションがいいんですよ。よっしゃ、おい、食った瞬間丸見え。よっしゃ、スリッパーです。よっと、ふう、おい、丸飲み、ワーム出てるけど入れてこんな感じ。いやー気持ちのいい出方だった。ここぞというところ来ました。来ましたね。900、このお腹のコンディション痩せてないでお腹がちょっとぷっくりしてるから食べてきて、ありがとう、ありがとう。はい、まずジグ06スリッパーの特徴を、解説させていただきたいと思います。まずこのガード力、まあこのガードっていうのはですねカバースイムジグには欠かせない存在なんですけれども、ジグ06スリッパーは結構強めです。カバーに対して強い回避性能を示しながらもフッキングも考慮した本数でデザインされてるんで、まあガードは強いんですけれども、まあ、タックルもちょっと強めなもので思いっきり人間側が強く合わせたりしてあげるとまあまあ問題ないんじゃないかなというような感じですね。ウェイトは16分の3オンス5グラムですね。あと4分の1オンス7グラム。あとは16分の5オンス9グラム。あとは8分の3オンス 10.5 グラム。この4タイプになってます。それぞれウェイトに応じたガードの強さに設定してます。16分の3オンスは15本。4分の1と16分の5オンスは17本。8分の3が18本。そういった本数になってます。シャローカバー用のスイムジグでやっぱ欠かせないのがですねトレーラーワームのズレを
完全に排除してあげるっていうところなんですけれども、スリッパに関してはもちろんそれを徹底的に詰めたデザインになってます。特にですね、ペグホール、トレーラーワームの上から爪楊枝を入れられるようなデザインになってまして、これドライブシャットの4インチですね。これを、まずは普通に刺してあげます。まっすぐ刺すようにしてもらって、普通のねスイムジグだとこれで終わりです。ただ使い続けてるとワームずれてくるよ、すごい扱いづらい、またワームトレーラーワーム変えないといけないとかってなるっていうのが、かなり煩わしいので、一回ですね、ここら辺どこら辺に出っ張りがあったかなっていうのをこう触ってみてください。そうすると大体のトレーラーワームだったら、ここら辺に入ってるなって分かるんで、そこの下にですねこの爪楊枝をこう刺します。グリグリで、ペグホールの中に爪楊枝が入ってればこれ動きません。で、動かなくなったらハサミで直近、飛ばないように押さえながら直近、はい、こんな感じですね。これが入ると一切合切ずれない。スカート、スカートはですね、まずマテリアルはこれシリコンスカートです。やや張りがある、感じのスカートを採用していまして、タンイングとスカートのカットもですね、こういったフロントを残してリアをカットして、さらにですね、こうフレアしやすいような、ヘッド形状ですね、このタンイング部分、要はスカートを巻く部分、フレアしやすいような形状でデザインしているので、ふわふわ、前から見た時もこうやってボワッとこう少し外に膨らむようなデザインになってます。こうすることで枝を乗り越えた時にちょっとふわふわっとするような、低速になった時にふわふわっとするような感じを演出するために、こういう風なターニング方法という風になってますね。このスリッパーなんですけれども、やっぱスキッピングとかでヘビーに使ってるとですね、どうしてもスカートがですねこういう風にブラシの間に入ってっちゃったりします。ただこれはそのまま使い続けてると自然とほぐれてくんで、あまり気にしなくてもいいのかなと思います。で、逆にスキップしてて、たまにあるのがこのラインがこう入ってっちゃう、こういう状態になる時があるんで、これはやっぱ手でほぐしてあげてください。スカートはガードの中に入ってもまた使い続けたら自然と全然ほぐれていくし、性能には大して影響を与えないので、気にしなくていいかなと思います。スリッパのマテリアルに関してなんですけれども、低比重素材のビスマス合金を使用してます。JBNBC のエコトーナメントにも対応のモデルとなっております。ジグ06スリッパーのタックルなんですけれども、まずロッドです。一般的なジグロッドとか、あとフロック用のロッド、そういったもので、ミディアムヘビーからヘビーぐらいのパワーのもので十分です。こういったパワーロッドで抜き上げても全然大丈夫ような、フックを特注で作ってまして、国産用の特注フックの40サイズっていうものをになるんですけれども、全然安心して使えるようなフックですので、こういったパワータックルを、組んでもらった方が、フッキングもしっかり決まっていいんじゃないかなと思います。リールなんですけれども、リールはハイギアがいいです。出てるラインスラックをいち早く回収してフッキングできるようにするために、なるべくハイギアの方がこの釣りには向いているんじゃないかなというふうに思ってます。ラインなんですけれども、フロロカーボンの20ポンド使ってます。基本は16ポンド前後になるとは思うんですけれども、よりカバー越しでフッキングパワーをロスさせないために糸が伸びてほしくないので、なるべく太めのラインを使ってます。この釣りに関しては特にシャローカバーを攻めてる時は糸の太さ、細い太いとかでバイト数が変わるっていうのは感じてないです。それ以上に少しでも太いから安心してカバーに大胆に打ち込んでいけるとか、そっちの方がすごくメリットに感じます。ワンポイントアドバイスの一つなんですけれども、ガードはかなり強めに設定されてるんで、狙いたいカバーに応じてカットしてくれて全然大丈夫です。ガードを抜いてしまうとですね、
ポロポロと他のガードも抜けてしまうのがあるので、なるべく根元でカットします。この土台があるんで、土台側じゃなくてこの前側、ラインアイ側をこうカットしてほしいです。1本、2本、3本、こういうふうにして根元からよいしょ、まあ、こういった感じで今3本カットしたんですけど、そうすると若干こう弱くなるっていう、まあ、こういったカット方法、カットするんだったらおすすめします。ですね、スリッパーのトレーラーワーム、トレーラーワームはいろんな種類がありますけれども、まあ、一番のおすすめはドライブシャットの4インチもしくは 4.5 インチ、まずこの2サイズですね、こちらをメインで使っていただければ超過間違いないんじゃないかなと思ってます。まあ、いろんなフィールド のタイプですとかバスのコンディションによって、まあ、シャットテールタイプだけでは賄えないような場合もあると思います。まあ、そういった時にはですね、ホグ系、まあ、例えば、まあ、バサラアクションを出せるドライブビーバーとか全身駆動のドライブクロー、このキャタピラテール、生めかしくピラピラと動いてくれるようなドライブシュリンプのこれ 4.8 とか6インチですね、そういったものをちょっとカットしてつけてあげるのなんかもいいかなと思います。それ以外にはですね、ブレードジグのトレーラーなんかで結構実績出してる SS ギル、まあ、こういったものもハマるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしますし、あとはごっそりとここありますけれども、これチャンク系ラバージグのトレーラーとか使われる専用のワームなんですよね。こういったものを使ってもらうのもよりスイムジグの釣りが楽しくなるんじゃないかなと思います。あとはですね、チャンク系以外にこういったポーク、こういったものもスリッパーのトレーラーとして相性がいいんじゃないかなと思います。シチュエーションの解説なんですけれども、まあ、スリッパーを使うようなシチュエーションっていうのはやっぱどうしても寝かかったりするようなカバー周りを得意とするので、まあ、そういったところがどういったところかっていうと、まあ、例えばこういうラングイですね、そういうラングイ周りについてるバスを、まあ、こういったジグを通してあげてもう食べさせてあげるっていう、まあ、そういった狙い方が使い方としてあげられます。で、今もかなりロッドティップにゴンゴンいろいろ当たってるんですけど、こういうラングイとかって流れてきた何かがいろいろ引っかかるんですよね。その見えないものもこうオートマチックにかわしてくれるっていう、そういった利点がやっぱスリッパーにはあります。あとはこういう流れついてる木ですね、こういった木とかもスリッパーならではでもう簡単に乗り越えてふわっと、もうスピナーベイトが得意な人はスピナーベイトに近い感覚で、さらにスピナーベイトよりも引っかかりにくいっていう、そんなイメージ持ってもらえるといいかなと思います。スリッパーが得意とするシチュエーションとして、こういったテトラ体ですね、まあ、こういったテトラ体にはですね、まあ、ボラの稚魚でイナコですね、そういったものが入ってたりするんで、こうやってこう表層を巻いてあげるっていう、でやっぱどうしてもスタックしやすいスイムジグとかだとすぐ引っかかっちゃうんですけど、スリッパーだとこうスルスル抜けてきてくれるんで問題なく巻いてくることができます。スリッパーの巻く場所としてまた上げられるのがですね、まあ、テトラとか巾着護岸、カモさんが乗っかってるところ、まあ、ああいったものを巾着って言うんですけど、もう見るからに石積みをネットで包んでるようなものになるので、トリプルフックむき出しのものとかっていうのは基本すぐ引っかかっちゃう、まあ、ノーシンカーか、まあ、やれてスイムジグ、まあ、スピナーベイトとかでもちょっと倒れただけでフック入っちゃうんで、まあ、テトラと同じでバスがベイトフィッシュを追い込むようなスポットになるんで、追い込んでるタイミングでスリッパーが入ってくれればラインがツーって入ってくんで、はい、スリッパー、こちらが活躍する場所の一つにまた足があります。で、まあ、足っていうのは普通のスイムジグ、まあ、今までにあるようなスイムジグでも使われてるんですけれども、根っこっていうのはすごい硬いんですよね。で、そこにちょっと強く入っちゃったなとか、そういった時にやっぱり引っかかってしまう、そういったところが、まあ、スリッパーはガードが強い、トレーラーがずれにくくて、まあ、そういったスキップとかの精度もですね安定して
出しやすいんで、こういう足回りなんかもスリッパーが得意とする場所になります。この硬い足に対してピッチングで入れていくときに、まあ、さっきなんかもスキップで入れてたときにこう足に当たって跳ね返っちゃうとき、スリッパーはその跳ね返るぐらい入っていくときに強く入れてもガードしてくれるガード力なんですよ。ガード力が弱かったりすると強く入りすぎたときにそのままこう片足の根っこに刺さっちゃうとかそういったことがあるんですけれども、ガード力が強いおかげでそういったストレスも解消されます。実調面でリズムが崩れないっていう部分ではかなり大きいアドバンテージになると思います。まあ、ゴロタとかチョコレート護岸、まあ、こういったところもベイトフィッシュを追い込むような傾斜のあるバンクになってて、フィーディングに上がってくるのにこうやって追い込んだりするようなスポットなんで、スイムジグ、スリッパーの出しどころになってきます。もちろんこういったところってテキサスリグとかラバージグとかスモラバとかノーシンカーとか、まあ、いろんなルアーを入れれるんですけど、横方向に動くクランクベイトとか、まあ、そういったものだとどうしてもねこういうちょっとした何かがあるような場所って攻めにくいですよね。そういうコンディションの時にはやっぱこういうスイムジグが効いてくるっすよ。はい、スリッパーなんですけども、まあシャローカバー攻略用の、まあ、スイムジグではあるんですけど、まあ、例えばウェイトで 10.5g とか、まあ、そういうウェイトに関して言えばですね、まあ、ちょっと使い方はミッドレンジとか、まあ、あとはもう落とすだけだったらボトムまで釣れるみたいな感じなんで、まあ、水門周りとかちょっと水深があるようなところでも、まあ、巻くだけじゃなくてロッドを縦にさばいてですね、ジグのミッドストローリングみたいな、そういった感じで使うこともできますね。なんかねフロッ、おお追ってきた追ってきた追ってきた、あバレた、多分これフォールで食っちゃったんでしょうね。まあスリッパーが得意とするようなカバー、まあその中の一つにこういったブッシュがあります。まあこういったブッシュに、まあ、魚がこう入ってくるんですが、スリッパーもスキップで入れてってカバーの最奥、ブッシュの最奥までこう入れてってあげる。入れる時も引っかからないし、巻いてくる時ももちろん引っかからないで、スリープ。ブッシュよし、はい、今年の秋に発売になります OSP ジグ06スリッパー、こちらの商品解説や、シチュエーション別の使い方のご紹介をさせていただきました。このスリッパーはですね、本当に目で見て、キャストができて決まって楽しくて、そしてさらにはバスがもんどり打ってくるような、もう本当トップウォーターに近いような、釣りになります。今までやったことがなかったような人もぜひこのスリッパー試してみてください。